はい。皆さん、こんにちは。高橋貴子です。本日はですね、私のところのリブラクリエーションの方で、コンサルタント養成講座っていうのをやってまして、そちらの方の認定コンサルタントとして、ご活躍、されている。まだまだね、これからもいろいろと成長していっていただく、形にはなるんですけれども、大下香織さんを今日はご紹介していきたいと思います。大下香織さん、よろしくお願いしよろます。しくお願いします。今日はね、いつも香織さんって言ってるから、最初だけ大下香織さんって言いますけれどもね。はい。大下香織さんって言わないで、香織さんって言ってるんで、皆さんそれでついてきてください。はい。そしたらね、最初、香織さん、もちろん今はコンサルももちろんやってるし、普通にお菓子教室もやってるんですけど、お菓子教室の方の、プロフィール的な、自己紹介もちょっとお願いしていいですか？私はですね、大阪で、本格フランス菓子を引き算のレシピで作るお菓子教室ヒスナズタをさせていただいてます。で、10年お菓子教室をさせていただいてて、で、そうですね、今は一般のベーシックコースとか、やってますが、プロコースを中心に、だんだん、そういう方が、多く学んでくださっている教室になっています。なるほど。プロコースの人はどういう職種、ないしはどういうタイプの人とかがよく来てる感じですか？今はですね、3つあるんですけども、1つが、販売したい方ですね。将来的にお菓子販売したいなっていう方と、2つ目はカフェですね。カフェでお菓子を出したいと思ってる方。で、3つ目は教室の先生ですね。をしたいっていうので、3つに分かれるんですけど、多いのはね、販売の方がね、ボリュームが多いかなと思ボいリュームが多いのね。販売っていうのは通販でやりたい方ってこと？その辺はまだぼんやりです、ぼんや皆り。さ通販なのか、店舗なのかとか。ん。多分、考えて、まだね、しっかり決めてない方は、多分家かどっかでしたいなと思われてると思うんですけど、それは菓子製造許可がいるよみたいなところを教えていって、どうしますかっていう話を、通ってくださってるうちにしていきます。お菓子教室もともとやってた時でもスタジオっていうか別にアトリエをね持っていて、でそこに加えて販売もやってたから、そのスキルを教えてるって感じ。そうなんです。本当ありがたいことに、今、だからここなんですけど、ね、素ここ敵。が菓子製造許可をね、取ったので、売ろうと思って、それが結構うまいことを考えて回ったので、この辺を、皆さんにお伝えしたいなと思っています。はい、ありがとうございます。ということは、どちらかっていうと、今教室の質は一般人の人を普通に教えるよりはプロ向けのコースが多いっていう印象でいいんですかね。その通りです。はい、ありがとうございます。じゃあね、そういう香織さんが、今回コンサルタント業としてやっていこうっていうふうに思って、私のね講座を受けていただいて、認定コンサルタントとしてこれからご活躍いただくんですけど、そのコンサルタント業もやってみようと思ったきっかけになるきっかけって何かあったんですか？ですね、でもやっぱりね、もうプロコースを教えていく、行ってるってことですよね。で、もそうう、なりますよね。そう。で、私も貴子先生のもとにいて5年近くなるので、結構そのビジネスの知識も結構溜まってきそうてですね。て、だから皆さんにこうした方がいいよ、ああした方がいいよってこう言っちゃうわけですよ。言っちゃうわけですよ。言っちゃうわけですよ。でもね、やっぱり断片的なだけだったらなかなかできないんだなっていうのに気がついて、そうやっぱり、ですね。だプロコース終了してもできないって方が多いなって感じたので、だからもうこれはなんかやろうと思いました。そういう意味で。もともとはプロコースの人でうまくいかせるためにどうにかしたいから、コンサルとしてちゃんと立ち位置で見てあげようって決めたのがきっかけってことですよね。そういうことです。例えば断片的な知識っていうと、どんな断片的なことを伝えてるだけだとうまくいかないって思ったんですか？もうホームページ作った方がいいよ。ね。インスタでとか。正しいけどね。本当そうなんです。正しいけどね。そう。で、だから、じゃあ、インスタでちゃんとアカウント作って、綺麗な写真上げた方がいいよ。それをホームページとつないだ方がいいよとか、きちんと言うんですけど、
できないですよね、やっぱりね。言うだけだと難しいでしょ。今の教室業の集客って昔に比べて複雑になってる。そうだと思います。で、やっぱり、なんだしょう、勇気もいるんですかね、なんか。勇気もいるね、多分いるね。うん、どんな勇気っていうの、例えば。だからちゃんと、教室始めますってあげるとか。そこ勇気なのか、なるほど。販売しますってみんなに、なんかじわーっとできるんですよ。なんかちょっと友達に教えます。ああ、そうだね、そうだね。うん、そうね、確かに。余談なんだけど、友達から始めるっていうのは私あんまおすすめしないんだよね、ビジネスは。うん、そのわけは、うん、やっぱり友達だと遠慮した友達価格とかさ、あとはなんかこうプロとしてそれを教えていくっていう堅苦しいじゃんとかになっちゃったりとかすると、あんまり実は練習にならないっていうのと、うん、でなんかそれでワイワイしてると一瞬集客できてる風な勘違いをするんだけど、本当に成果、正しい定価を払ってきちんと習いに来てくれる人にきちんと満足をさせて返す、ここまでできて初めてビジネスだから、友達にまあいいよ1回とかぐらいの慣らしぐらいはいいけど、ちょっとで悪いとこ言ってって言っても、なかなかね、友達そんな言ってくれない人が多い。そう、なかなか言えないですよね、うん、で安くしてもらってるし、なんか言いにくいっていうのと、うん、あと一番大きな問題点は、その友達が自分の講座のメインで集めたい人と同じ性質の人なのかっていう、友達なだけで同じ性質じゃない場合にはトンチンカンな答えが返ってくるので、それをそのまま受け入れて講座作っちゃうとうまくいかなくなったりするから、確かにっていうところからスタートするのはあまりお勧めしないですね、私は。そうですね、そうですね、余談なんですけどね、うん、っていう話も結構コンサルやってると言えるんだけど、そうじゃなければまずは知り合いとかやってね、やるっていうところからスタートする人多いから、私は逆で、うんうん、友達はなんかあやってるんだ、え行きたいって言ったら、あいいよっていうぐらいで、うん、しかも友達割引だからってほとんどしなかったですね、私。あ、なるほどね。ほんのちょっとはしてあげたけど、わっと半額とかやんないですね。でもなんかその方が私は今となってはそれが分かります。当初は大体そんなことしない、いやただでも来てくれて言ってくれればいいよとかいうの多いのも分かるんだけど、それがもともとビジネスをやってた人かどうかっていうところ、私はもともとビジネスをやってから教室業をやってるから、そのあたりをね知らない人とかも結構多いからね、ね、本当ね、そんな感じでね、ちょちょって立ち話で喋っちゃうっていう、いうところだったから、ちゃんとしっかり見てあげて、はい、しっかりついて教えてあげたいなっていうのはプロコースが繁盛してきたからっていうところですね、うん、そうですね、はい、もうみんなどうにもなってないっていうのがやっぱりちょっと私も責任を感じるっていうね。そうですね、うん、技術は教えられるけど、そこをやらないと結局商売として成り立たないからね。そうなんです。だからね、他のものをなんかじゃあお菓子の技術をもっともっとじゃなくて、いや違う、本当にこっちビジネスを習いに行った方がものにはなるなって今は思ってます。教室の先生のね、頭っていうかビジネス感覚って、そのスキル、例えばお菓子の技術とか習うことにドバーンとお金払うけど、経営の方にはほとんど払わないからね。そうなんです。だからそうよ、そこびっくり、こっちにお金をかけた方が回収ができます。回収ができる、回収ができる、100万例えばどっかのね、それこそ学校に払ったら100万経営やると、それだけでもだいぶ上手に回るけどね、100万すぐ200万すぐに回収できます。そうなんですよね。そこの頭の切り替えができた人が、多分スピード早くこう、いくかと思います。そこがね、きっかけだったっていうことですね。はいはいはい、ちょっと今少し2番でね、聞きたいなと思った話と混じってきてると思うんですけど、教室ビジネスのね、はい、転換点とコンサル業の融合点っていうのが、多分今の話に多分集約されてたかと思うんですけど、ちょっと改めて聞いてみようかな。そうですよね。だからまあまあ、お菓子だけ教えてるわけにはいかなくなってきた。まあ見ててね。うん。で、だんだんまあ私コンサル、もっとでもね、もうちょっと、自分のことで考えると、うん、そのお菓子教室がどんどん増えてくるのが見えますよね。自分がもちろん教えてるので。見えますよね。
はい、じゃあ私もうちょっとここから頭飛び出たいと思ったんですよ。ああ、それは一つ成長としては大事な選択肢の一個だよね。そうだから多分私の次のステップがもうここに見えてたので、もうなんかまあ行かざるを得ないっていうのと、もう出たい、うん、ここ、お菓子教室っていう先生だけじゃなくて、ね、次に行きたいと思いました。うんうん、そうですね、うん、まあ、あの数年前から私が言ってる未来予測値の部分の話でいうと、教室業っていうのをずっと見てるからね、まあ、まず、単発講座でした数十年前はみたいなね、はい、それがコースができ始めるようになりました。うん、そのような人が増えてきて、次が高額講座のディプロマを売る人が増えてきました。でそれによって困っちゃう、路頭に困る人がいるから、まあ、この高額講座が出来上がり始める頃あたりからツールを教えるコンサルタントが出てくるようになりました。でもツールだけだと結局それを習ってもツールでもどうしようもないよねって言って、総合で見れるコンサルタントが必要でって言って、で、まあ、それで今コンサル業っていうのが多分以前よりも重要視されるようになってきてるし、そもそも教室でコンサルタントっていう人がいるっていう存在知らないっていうのが今でも多いんだよ。今でも多いんだけど、昔よかはね、認知度上がってますよ。教室。ああ、そうかもしれないですね。私も全然、高子先生が初めてでした、だから。そう。見たし、うん。うん、あの当時はまだいない時にやってるから、うん、何をやってくれる人なんですかとか言われてね。うん、私はそもそも最初に会社員の時に集客のコンサルタントについている人だったから、何かそういうのをやる時には学ばないと無理とか思って。から最初から学んでるんだけれども、あの何をする人ですかって、まあ端的に言えば当然ね、あの 業績改善とか、まあ、その最初の出だしを作り込むスタートアップをお手伝いするとかっていう、まあ、どの道、ね、成果をちゃんと出してっていうところでビジネス的にっていうのがまあメインなんですけど、まあ、人に目標がね違うからね、特に保育業の先生の場合とかだと、あのガリガリゴリゴリまでやんなくてもっていう人もまあ多いんで、どのさじ加減で自分が見てあげたらいいのかっていうのは、まあ、お互いにそれは了承においてやっていくっていう必要は多分出てくるとはね思うんですけどね。ね、だから集客に多分もう困っていくんですよね、本当。まあ、どこの課題はそこだと思うんですけど、でもそれをなんか私は闇雲に始めた、もうなんか学校終わりました、はい始めますみたいなんで、ザーッてターゲットなしみたいな。あ、そうだよね。あ、そうかそうか、いいね、その経験してるから逆にいいね、それが大変で苦しむことになるか。そうなんです。最初はみんな目新しさ、あと友達、知り合い、なんか、わーって言ってたんですけど、そのうちね、なんかあの、人は来るけど儲からない時とか、人は来ない時とか。そうだね、そうだね。あ、なんかね。出会ったの思い出した。そうだよね。で、アトリエを建てました。借金できました。建てるんだ、先にとかって。なかなか男前だね、とか思って。そう、あの時、だからもう自分にベットしたっていうか、自分に負荷をかけて、うん、何をしたら頑張れるかみたいな。いいですね。男前ですよね。うん、なんか、家をマイホーム買ったから俺仕事するみたいな。そっち、そうそうそう。でも、だから高子先生を見つけれたし。まあね、たまたまカスパさん経由だったけどね。セミナーの経由だったけどね。しかもなんか、うん、なんか適当に参加しただけっていう感じだった。そうなんです。あの時に3000円やったんですね。まあ今もあれですけど3000円で、まあちょっと聞いとこかぐらいの気持ちで行ったら、もうね、もう首がもげるぐらいうなずいてました。こうやったらそうやそうやばっかりずっと思ってましたね。まあ、結局、まあ、そのあたり知らない人が、あの当時ももちろん知らない人多かったし、今もだいぶなんか頭では知ってる風な人多いんだけど、あの知ってるのとできるのは100倍違うから、はい、だからコンサルとかやったり仲間がいるとやらざるを得ないから、やるかやらないかの違いは成果の出方で全然違くって、笑っちゃうんだけど、いやそれ知ってますとか言う人いるとするじゃないですか、うんうん、知ってるんだったらなんでこんなことになってるんですかっていう感じなんですよ。やってないでしょって、やってないでしょって、だからそんなことになっちゃってる。知ってるとやってるは違うからみたいな感じで。そうなんですよ、全然違いますよね。私もだからコンセプト決めた方がいいんやろうなって、こうやろうなって思ってたんですけど、まあ、そこをバシバシって決めさせてもらえたから
ガーっていくんですけどね、やっぱり、うん、その何でしょう、反強制力みたいな。そうそうそう、それをだからそれをやっぱコンサル料を払うっていうことに対して自分がベットするわけだから、自分の未来に対して、まあ、当然だから受け止めるコンサル側のこっち側としての覚悟も必要なわけで、それを受け入れるわけだからね。はい、うん、ね、ね、はい、そうだから。でそれをその生徒さんのためにっていうところからそもそもスタートしてるっていうのと、自分がやっぱ辛い思いした時期があったからっていうのはいいことですよね、経験値としては。そうですね、すごい、だからそこの部分は喋れるし、そんな人を見たら、うん、なんかこうしてあげたいって思ったりしますね、うん、だから私は割と準備する人だから、うん、そう高子先生はだから半年前からブログで1年前からコンサルは契約してて、8ヶ月かけてブログは書いていて、ファンがいる状態でもうホームページも半年以上前に作ってあって、でそれをベースに集客かけたから、最初からほぼ満席でスタートして、ねえ、すごいですよね、その計画性が。まあ今でもそうですけどね、もう2年後のこととかも全部、私日にちもらってこの日行けますかみたいな2年後やから行けないって言われへん行けない時には自分が死んでるかもしれませんぐらいで、うん、その時はすいませんみたいな感じだけどね、うん、でもやっぱりそこを決めるっていうことで達成するっていう、うんうん、そうですね、ことですね、うん、決めるとなんだろうな、そこがあるってことは、例えば予算とか仕事の割り振りとか、うんうん、全部すべてそこに向かってやっていきますよね、結局ね、うんうん、で基本私は仕事は好きだからやるんですけど、仕事は趣味化したい人だから楽しい仕事しかやらないっていうふうにするしたいんだったら、稼ぎで困るとかお金に困るっていう状況を作りたくないんですよ、うん、っていうことは、楽しい仕事もしてちゃんとお金もいただいて、というお金というツールは手に入れて、あと好きなことに使いたいっていう感じですね。それはできるんですよ、うん、今の世の中ならまだね。そう、私も少しずつっていうか、もうかなりなんか好きなことをできるようになってきました。いやだって家建てたでしょ。家建てれました。もう本当家建てましたすごいですよね。すごいよ、まあ、私も大概全面改装したけど、マンション家建ててんだから、香織さんが本当、いや考えられないですよ、そんな5年前の私からしたら。そうですよ、だってそんな状態じゃない状態、うん、いやホームページ作るのがとか言って、いやどこかのあれだったらこれぐらいの金額でできるんだったら、同じぐらいだったらお願いしようかなっていう、なんかちょっと蔑まれ感のある内容で入ってきたからね。そうですね、ホームページの方が大事みたいな感じで、集客も同じぐらいの値段でついでたったらいいやぐらいで、とんでもないよそっちだよ、なんか特典ぐらいの気持ちに、ね、集客の勉強を思ってたんですけど、ホームページ作りたかったからね。そうね、あれセットだからね、うん、当時はね、うん、そうなんです、違う中身が。いやだから5年で家が買えるまでになったらやっぱすごいと思いますよ。いやすごいですよ、これ大改革ですね、考えたら。大改革ですよ。であと私がね、香織さんのいいなと思ってた、貯蓄できる人だからいいんですよ。そうなんです、私貯蓄できるタイプの人だから、やっぱね5年あってちゃんと頑張っていつでも右肩上がりだもんね。私も11年連続右肩上がりだけど、香織さんもずっと年々ちゃんと右肩上がりでやってるよね。いやまあそれはね、本当もこうだけど、高子先生がちゃんと目標を決めなさいって言ってくれて、私は目標を決めたらそれを超えないとっていう、なんか知らんけど修正があって、修正があっていい修正ですよね、はい、で絶対に甘い目標ではノーって言われるんですよねこれ楽だよねとか言って、これ頑張ってんの、これできちゃうよね、今予想できるよね、もうちょっと負荷かけようかとかね、いますね、そうなんですよ。だからそれで負荷かけた金額があって、それも超えないとっていつも思うから、だからすっごいそうガーって上がれたと思います。うん、ね、うん、そうそうそう。だからといって、もう届かないからって言うと、いや多分やらないから、そのいいさじ加減の数字見つけなくちゃいけなくて、うん、でもね、ちゃんとね超えてくるの分かってるから、そういう意味での安心感はあったから、家買うって言ってもね、ああいけるだろうねって思ったし。うん、本当にもう横浜には足を向けて寝れないっていう一人ですでもほら、自分がそれやってるから、それを人にちゃんと教えられるじゃないですか。そうですね、本当に、うんうん、
にそのもちろん事業がうまくいかせるっていう考え方もそうだけど、貯蓄ね、そっちも教えられるでしょ。うん、貯蓄この間見たよ、あのちゃんと動画でどうやってお金を貯められるのか。あ、そうなんです。自分なりにねちょっと考えてみて、あれは正しい、あれは正しい、正しいです。だから、うん、あの私も、まね、そのある程度資産が貯まってきてる人だから1000万超え2000万3000万何千万という人いるけれども、その人たちには積極的にあのお金の勉強と投資の勉強も外部講師を呼んでもちょっと学んでもらおうかなって思っているのを私の一つのサービスの一環にしようと思う。まあ、それに近い人皆さん今紹介してるけどね、いろいろと、なんかそれもすごい私の肥やしになります。だからその適宜に応じてあのお金のこともすごいおっしゃってくださったので、それもあって多分家建てれたと思います。あ、そうですね、あれ投資のことで結構メンタルが強くなったと思う。あ、それはある、それはある。投資やるってことは失ってもいいお金を預けるしかないからね。まあそれでもリターンがあると嬉しいけどね、やっぱりね、うん、そうそうそう、だからそういうお金でお金を生むやつも自分が労働者として働かないところでもっていうのもやっぱり皆さんのステージとレベルに合わせて教えたくって、で当然それは先に自分がやってないといけないことだから先にやってるんだけれども、でその究極系はもうあれですよ、だから投資部分で、ほぼ年収がどうにかなってっていうところまで行くと、もう何をやっても OK になるわけですよ。やんなくてもいいわけだから、まあ、趣味的に仕事するけどね、仕事好きだからね、すごい世界ですよね、ある意味ね、もうそうなりたいなっていう。だから自動集客と自動収入ですね、これテーマですね。でそれによって叶えられる未来はツールがそこにあるわけだから、うん、好きなようにできるっていうのはやっぱり自分の人生は自分で好きなように作っていくことができる人を増やしたいなと思ってコンサルやってるんですけどね。はい、はい、香織さんもそういう人を増やしてってねっていうところですね。そうなんですよ、はい、私はだからはい、それの中の一人で私もそういう人を増やしたいと思ってます、うん、いいですね、うん、はい、はい、で3番目ですね、うん、サイトさんと養成講座って今回まあ2月から、9月か8ヶ月一応、うん、まあ濃いですけどね、かなり濃いけどね、はい、そこで、はい、なんか得た学びとか気づき、うん、ベスト3ってあらかじめ聞いてるんでちょっとこれ見てみてもらう、ベスト3ってどれが一番って言いにくいんですけど、ちょっと3つ、3つ、素敵、はい、はいはい、まずはちょっとありきたりなんですけど、コンセプトターゲットの重要性をしみじみと思いました。しみじみと、うん、はい、そこがないと何のアドバイスもできない、うん、確かにですね。なんか生徒さん、まあ私も今見させていただいている方が何人かいるんですけど、うんうん、その人がこうしたいって言うても、じゃあターゲット誰やったっけなってやっぱり見直すですよね、うんうん、そう。でそれもまあターゲットとコンセプトって言ったら、まあ結局は目的もいつもそうなんですよね。これ何のためにやるんやったっけなっていうのを戻っていかないと答えを導き出せないということを、なんかその時にピーンって思いついたことじゃなくって、一旦立ち止まって戻って目的っていうのを考えるっていうことがすごい私は気がつきました。なんかね、だからコンサル業って本当子育てと似てる感覚があって、あの子供を育てるとほら親って気がつかされることがあるってよく言うじゃないですか、課題にね、うんうん、あ、それで人間が大きくなるみたいな感じっていうのを聞いたことがあるんで、私は子供は育ててないんですけども、皆さん育てるのでアップアップな感じなんですけど、珍獣がたくさんなので、はい、そう珍獣がいるからね、珍獣動物園だから。でもあの要はそのトレンドとしてコンサルつけるのが割と当たり前とかになってくると、結局つけてない人って自分で考えてそれをやることになっちゃうから、当然埋もれていっちゃう感じになるから、うん、やっぱ淘汰されることになっていっちゃうから、もうどんな商売でも、うんうん、コンセプトは絶対に必要になってくるから、うんうん、そこがね、なんか曖昧にしてたら結局曖昧な答えになるっていう、うんうんうん、目的は達成されないんだなっていう、そうですね、はい、はい、思いました。はい、3つのうちの1個ね、はい、はい、1個ね、はい、あとはですね、まあ2位じゃないけども、はい、ですね、まずはコンサルタントって本当に何て言うかな、高子先生は教えてくれたことなんですけど、まあ起点、こう頭ぐるぐるぐるって回って自分の中から出していかないといけないんですけど、
その引き出しがどれだけあるかっていうことなんですね。で、今回の養成講座ではですね、6人のメンバーと高子先生と一緒に学ばせてもらって、で、皆さんが生のお題をこう出してくれるわけですよね。こんなことが困ってます的なね、うん。そうそうそう。で、それを、その時にコンサルの立場としてアドバイスするっていう訓練をさせていただいたのが、何ていうかな、自分がやってたら一人しか選択、回答がないのが、みんなの回答を入れることですね。うん、だから、いいですね。たくさん、回答例を得ることができました。ですね。普通はそれありえないんですよね。みんなでシェアして、個人情報レベルじゃないところはね、シェアなんですけどね、こういうタイプの人みたいな感じでやって、で、こんな案件があって、と。どう答えるって。で、切り口がやっぱ皆さんによって違うから、やっぱそれは経験、何を経験してきたかによって切り口違いますね、やっぱり。そう。で、ね、どれも間違いではないし。どれも間違いではない。そう。だからこの先生についてはこういう導きなんだなとか、すごいそれもめっちゃ勉強になりました、私。うん、そうなんです。うん、だから、クライアントさんにとって、じゃあ、正確で厳しいものが常に選ばれるかっていうとそうでもなく、もうちょっとゆるげに言ってくれる方がいいとかっていう人はゆるいとこ行った方がいいんですよ。だから、このね、バラエティと段階が見える。まあ、ね、当然一応皆さんのも聞いて最後に私の答え言うから、合ってる時とかもあるし、私はこういうふうに考えるよっていうのを言ってあげる時とかもあるから、まあ私も勉強してます。皆さんの聞きながら。ああ、そういう領域で考えるのか。そうなんですよね。なんか頭が本当6個か7個、6個か、プラスされたような感じで、はい、すごい勉強になったし、もうめちゃくちゃ面白かったです。そうですね。はい、まだこれから続きますけどね。継続の方でね。はい。そうはい。で、ね、もう一個。はい。これがちょっとそのままの続きで、高子先生の回答が聞けるっていうことですね。まあ、そうだね。確かに確かに。うん、このめっちゃ自分の中でめっちゃ真剣に考えて、みんなのいろんな答えを聞いた後に、高子先生の回答。だから、これが正解じゃないよとは言われますけれども、みんなそれぞれでいいよっていうの。でも、回答を聞くと、あ、その通りやなって、すごい納得全部いく答えがもらえるってことで、なんでしょう。多分、すごい、めっちゃ成長できた気がします。ああ、それはありますよね。一応私の、ね、年数っていうのは皆さんより年数と人数やってるから、そこの経験値から導き出される最適解を一応伝えている。対応するかどうかは別としてですよ、うん、ってことはそれを本当は聞けないで自分で手探りしながらやんなきゃいけないわけですね、うん、私が実際そうやってきたんだけど、だからそういう意味では一個一個の答えに一応それだけの経験値があるコンサルタントの生々しい答えを聞けるっていうのはやっぱりすごくいいことだなと思います。はい、すごい生々しくって、なんか何だっけな、生徒役とコンサル役になって、あれ架空の人間面白かったね。架空の面白かった。こういうちょっとこういうタイプの人になってみましょうかっていう人間設定をやってもらって演じてましたよね、皆さんね。なんかね、上手でしたよね。自分のなんか抱えてる人でちょっと難易度高いなっていう人に憑依すると結構面白いですね、やり取りがね。そうなんです。でもみたいな、あーそうってあかんってえ、これ目の前でロープレイやるから面白かったよね。なんかね、面白かったですね。キャラクター設定も適当に組み合わせするからね、自分の好きなお客さんとタイプじゃない人も出ちゃうわけだから。だからどっちかって難しい感じの人を設定するから、そうそう、結構なんかこうちょっとネガティブな考えとかの人が多くて、そうだ、ね、難しかったけどちょっと面白かった。面白かった、ね、あれはあれでまたね、ちょっとやろうかなと思ってますけど、あれ面白かった。はい、生々しい実践があったっていうところがね、実践で学びが本当に多かったです。それはね、本当今回の講座作るときに一番私が意識したところで、机上の学びはほら動画があるから動画見てもらえればいいけど、やっぱリアルなんですよね、結局コンサルって。だから、うん、生々しい事例、どんだけ自分が体に腹落ちしてて、そのストックからどうやって組み合わせて伝えられるかっていうスキル、高難易度のスキルになってくるから、事例いっぱい知ってる方がいいんですよ。だから実践講座って名前にしてあるんですけどね。めちゃめちゃ実践でしょ。
めちゃめちゃ実践でした。だからいつもお題出てくるときビクビクしてました私次何ですかみたいな、ね、じゃあ行ってみましょうか。じゃあ今回の順番こっちから回ろうか。横みたいな、そう、あ、なんか真ん中ぐらいがいいなとか思ってね、でもたまに真ん中からもやってたよね。だからそうだって でもまだ順番があるだけまだいいんだよ。自分の目の前にクライアント咲いたら順番も何も自分が答えなきゃいけないから、それぐらいの速度で答える脳の使い方しないと、うんうん、いけないから、うん、それには誰が当てるかって、うん、そうって思いながらめちゃくちゃ緊張した。なんかめちゃくちゃみんなも緊張して食いついてた。こんなあんな講座ないんちゃうかなと思います。あんなにリアルのはないね。私も受けたことないです、うん、あんなにリアルなのは大体、うん、まあ、あの、なんていうの、セミナー系でちょっとだけロールプレイがあるかなぐらいは受けたけど、うん、ほぼ7時間とか5時間とか全編ロールプレイみたいな雰囲気だもん、ね、そうなんです。だからもうみんな真剣でそれはその気迫も良かったですね。良かったね。でもね、うん、ほら、あと終わった後お楽しみ飲み会の時間がある。あ、もう本当にリラックスして飲みました。そして酔っ払って帰る新幹線みたいな、でパソコン忘れるとかありましたけど、はい、そこは確かにいいところだったと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、これから、まあ、まだもちろん学びはしていくんですけど、どんなタイプのコンサルタントになりたいって今思ってます？そうですね、これが高子先生と喋ってても、まあ、なんか自分でぼんやりしてるなと思っているんですけれども、でもそうですね、昔の自分を助けてやるところあるかな。だからまず初心者でまだどうしていいかわからないっていう方はもちろんですけど、何年か自分でね、とりあえずやってみて、そうね、迷子になっちゃった人、うん、迷子になっちゃった人もいっぱいいますよ今。いっぱいいてますよね。いっぱいいますよ。もう見切れない、うん、私の力だけでは見切れない、まあ、だからコンサル養成講座作ってるんですけど。ああ、そうですね、もういっぱいいる、いっぱいいますよ、うん、本当に。で、そう、その方を、ただでもあれですね、なんかもう本当ね、私だから、まあ、ちょっとやっぱり高子先生のがいいなと思ってるね、プティ高子じゃないんですけれども、プティ高子プティですからね、この先生とこの先生の融合体がいいと思ってやってるわけだから。ああ、そうそうそう、うん、だから素直な方で、でも自立、依存せず自立してもらえる方がいいなと。で、ちょっと考えてたら、今見させていただいてる方の中で、やっぱり50代で、まあ、キャリアウーマンでもうすぐ定年退職するよみたいな、そっから次のキャリアをやっていきたいっていう方の、まあ、お菓子の教室スタートとか販売のスタートとかのお手伝いもできたらいいなと思ってます。香織さんと会ってそう、うん、うんうんうん、いっぱいも教えられるしね、教室業だけじゃなくてね、そこ強いなと思いますよ。そうですね、今だから販売、結局販売したいってきて、菓子製造業を持ってる場所がないと販売ができない、で、うん、できないっていう方が結構おられたので、もう工房、菓子製造許可になる工房を作ったんですね。うん、それもだから家作った時に一緒に作ってるもんね。そうなんです、もうこの一部屋いらんなと思ってそこを工房にしたらいいなと思ってすごいなんて気楽なノリね、でも、ね、そこにね、入居していただいて、なんか卵を育てるみたいな感じで、工房のお名前なんて言うんでしたっけ。小さなお菓子屋さんの始まり工房アンって言うんですね。はい、どういうコンセプトですか。え、あ、コンセプトね、はい、アンは、フランス語で1っていうことなんですけど、これからお菓子の販売を、まあ、始めたい方を、まあ、育てる、初めてスタートしていただくっていう経験してもらうところで、うん、2年間、入っていただくことができます、うん、で家賃とかね、光熱費込みで一応お支払いはいただくんですけど、で私のコンサルがついて付くプランがあります、うん、でそこに入ってもらったら一緒にコンセプトとかターゲットとか、あとは販売なのでページ作ったりとかして、ね、この間の方すっごい素敵なページになってましたよね。そうなんですよね、初夢さんっていう、まあ、パウンドケーキを中心に、うん、オンラインで販売するっていうことをして、うんうん、今結構ずっと完売続き、そうそう、それも素晴らしいなと思いました。まあ、写真も上手だしデザインも綺麗だったしね。あ、うん、
よかった。だから最初のその写真撮影とページ作成は一緒にやってるんですね。うん。で、ね、うん、そのもフォローしてもらえるっていうのも、そうそう、結構香織さんに頼むメリットとして大きいんじゃないですかね。うん。だからその人はもうね、あの香織先生がいなかったらこんなんできませんでしたって言って、もうめちゃくちゃ本当嬉しいです。あの、ね、こんな世界を見ることができて本当にありがとうっていう言葉が、なんかコンサルにとってはもう何よりも最高じゃないですかね。私がよく横浜に足を向けて寝れませんっていう人がいっぱいいる、はい、いってますね。足、みんなが足向けて寝れないと、みんな日本全国のどっちに足向けて寝ることになるんやみたいな感じだけど、うん、ね、そう、うん、だからそういうのもすごい、あの、うん、嬉しいので、販売の方もちょっと力を入れて、うん、あのコンサルできるようにと思って、うん、はい、進めてます。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次ですね、はい、コンサルタント養成講座、今回体験してもらって、次に、まあ、コンサルになりたい人これから出てくると思うんですけど、どういう人にお勧めしたいですか、今回の講座は。誰かを助けたいっていう、ちょっと情熱がある方、うんうん、ですね。うん、で、まあ、もう普通に言うとプロコースを持っておられる方。そうね。それは必須になるだろうね、多分ね。そう、必須ですね。そっからでもこの人を助けたいって思っている方でないと、やっぱりコンサルって、担当すると覚悟、なんていうか、背負ってるぐらいの気持ちですもんね、高子先生。そうですね。やっぱりね、売り上げにコミットメントしますからね。うん。うん、そうですね。だからそれを覚悟して、情熱のある方でないとできないかなと思います、うんうん、どうするとさっきみたいに喜びの部分もあるよっていうことだよね、自分。そうですね、うん、喜びがまたお菓子教室は違う喜びが、あ、それはあるね、それはある、間違いなくあります、うん、あのお菓子教室はやっぱり楽しくて美味しいお菓子がっていうところが喜びのゴールになるよね、お客様はね。だけど、うん、あ、コンサル業とかと、まあ、ディプロマとかのコースを持ってる先生にとっては、まあ、それを売ってさらにビジネスを拡大していきたいっていう人たちのご相談になるわけだから、ちょっとやりがいの領域がまた違うかな。違いますね。うん、なんか仲間って言うとあれですけど、仲間意識っていうか、すごいその、うん、一緒になって上がっていくっていう気持ちがすごい強くなる。うん、うん、だから成功したらな、やったーって言うし、うんうん、うん、あ、いや、情熱の人ですよね。そうですね。そうそうそう。ね、そうそうそう。やっぱりあの自分が稼ぐことよりも稼がせる方がやっぱ難しいので。うん、楽ですよ。自分がだってやるって決めれば自分やりゃいいだけだから、させる方が難しいんだけど、その分やってくれたらよっしゃーって感じになりますよね。そうなんですよね。もうなんか高子先生の気持ちがどんどん分かっていくからね、分かってくる、やらなあと思う。でそうすると、そういう人が何人もいると、自分一人で頑張るときには一人で頑張っただけだけど、50人とかいると50人が行きました、行きましたっていう50倍の喜びだから、あの毎日が幸せでパラダイスですよ。うわーすごい、あーすごい、やりがいがもうモリモリですね。そうですね。だから向いてる人には向いてるけど、向いてない人には向いてないですね。背負えない人とか覚悟ができない人には向いてない。辛本当に辛くなる。うん。全てがうまくいくわけじゃないからね。辛いことも一緒に見ていかなきゃいけない時とかもあるので、特に業種替えとか。あのコンセプト替えするときに生徒さんを失わさせさせるっていうことをしなきゃいけないんで、そこしっかりですよ、ですね、やっぱり、うん、ね、で一瞬だって減りますもんね、減りましたってそう聞いて織り込み済みって言って、でも今はそこ減らさないと、うん、やっぱり断捨離的な、ね、感覚やっぱ持ってると進めないんですよ。ここはやっぱ落とさないとそこに新しいもの入ってこないから、それも一瞬立ち会うことがある場合が、まあしんどいはしんどい。私はね、自分のは簡単なんですよ。まだ。だって自分で感情処理すればいいんだ。うんうんうん、その人が落ちてるの見て、うんうん、それさせてんの自分ですからね。まあしんどいですよ。うん、まあしんどい。それはしんどいですね。多分自分、そう、自分の方が楽ですね。うん、本当ですね。だからその分喜びもね、倍だけど、辛さもまあ一緒には味わうけど、まあでもやりがいがある仕事かな。そうですね、やりがいある、はい、うん、はい、本当に、はい、はい、最後まとめに行きたいんですけど、はい、今後のご自身のビジネスの展望と理想の未来の姿、ビジネスの方と、あと別に全然ビジネスと関係なくて、これやりたいんですっていうのと両方から夢語ってください。
そうですね、お菓子教室はお菓子教室で好きなので続けていきます、まあ、食べたいっていうのもあるし、美味しいもの食べて幸せな方なので、でそれをまあプロコースで中心で教えていって、またそのまあ自分の力で自立して、経済支えていける人を、まあ、作っていきたいな、希望されている方にはそういう方を作っていきたいなと思っているので、コンサルも同じように多分だから半々ぐらいになったらなるかなっていうイメージでいてます。でその中で、まあ、コンサル業をしたらどこにいてもできるので、そうね、うん、フランスでもどこでもね、そうだからなんかちょっとたまにフランスいいじゃないですかね、1ヶ月行くとかいいじゃないですかね、うん、私もそれしたくってコンサル業を選んでるのもあるよ。どこでも何でもどこでも仕事ができる仕事がいいと思ったから、パン教室だとそれは無理だからね、うん、そうですね、本当に自分の体がそこにないとダメっていう仕事ですね。まあそう、うん、世界中でいても別にセミナーできるし、時差は自分で調整しなきゃいけないけど、うん、そこですね、うん、あとはね、私やっぱりこの間高子先生のそのコンサル生のみんなと淡路島に合宿行ったんですよ。合宿、合宿というのなんかコースパルタのというかっていうかね、すごい楽しかったし、ずっとあの教室業の運営とか勉強の話を受けて、うん、それがもうたまらなく楽しいって、みんながこう同じ思いになってるのが、うん、そうですね、こういう仲間って最高だなと思って、うんうん、私もできることなら私のコンサル生さんとそういうことを、はい、したいなと思ってます、うん、いいと思います、うん、それぞれの領域でのコミュニティがあって、みんなそれぞれに幸せっていうのがねいいかなと思うから、うん、やっぱコンサルはコンサルの形でね触れ合ってると、やっぱり皆さんの目線がね、この生徒さんどうにかしてあげたいっていう時に、あ、私もそういう場合があったよとか言えばね、そこでまた情報交換とかができるから、結局なんかすごいセミナーやらなくても結局ずっと24時間みんなそのまま浸りっぱなしって感じだよね。そうなんですよね、ずっとセミナーみたいな私が何って言うんじゃなくてみんなが勝手に喋るみたいな感じでやっていて、すごいあれはね良かった。私がやるのは、まあ、場作りなんで、まあ、美味しいご飯と美味しい 寝床といい温泉とっていうこのあたりを用意するのが私の役割だからだからあのいい雰囲気も、ご飯美味しいし雰囲気もめちゃくちゃいいしみたいなとこから出てくるものってあるんやなと思って、ね、やっぱ大体験っていうね、そう自然の中とか、あといい体験するとやっぱアドレナリンが上がりますからね、やっぱビャーッとね、うん、でそういう部分からこういい気の中でやるっていう、まあだから場を整えるっていうのは、まあ私が整える役割ではあるんですけれども、うんうん、そういう意味ではやっぱ非日常なんで、やっぱちょっと背伸びしてでも高級旅館とかにしたいわけですよ、普段多分体験しないね、なんか家族と行くとわちゃ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 っていう風になっちゃうのも好きなように緩やかにどうぞみたいな感じで皆さん自由にね振る舞って、うん、そうだから私もそのコンサル来てくださった方には、なんかその仲間の良さっていうのをすごい味わっていただけるようになんか作りたいなとは思っています。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、素敵なねお話あのいっぱい聞かせてもらって、あのぜひですね、お菓子とかで、ね、販売、あとこれからキャリアねあってその先をどうにかしたいっていうふうにね思ってる方は、あのお菓子も習えてコンサルの方のねそちらも集客の方も習えるっていうことでの一つの選択肢として大下香織さんねおすすめしますんで、ぜひ行ってみてください。はい、今日はねインタビューありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。